真央と初めて会った時は、うん、すごい、なんか、私すっごい人見知りなのに、真央には人見知りを発揮しなかったの。うん、すっごい話しかけられた。うん、なんか、面白、なんか、あ、そう、ショールーム審査を見てて、うん、真央の、うん、めっちゃ見てたよ。真央の時間テレビみたいなやつじゃん。やってた。懐かしい。あれがめっちゃツボで、そうで、なんかお話ししてみたいなと思ってたら、うん、隣にいたから、遅刻してどこ座ろうってなった。それで、真央が来たから、あ、話せると思って、うん、話して、うん、なんか想像通り、なんか、ショールームのままで。待っていや、なんかその時はショールームの同じ人だと思って感動して、めっちゃ話しかけちゃった。うんうん、懐かしいね。もうあれから1年半、2年ぐらい経った。なんかさ、真央にさ、最終審査さ、うん、なんか一発ギャグやった方がいいかなって相談してたよね。そう、相談された。謎な相談。やったね、うん。やった。やってみた。うん、よかったよ。はい。最終審査。一発ギャグやったけどね、うんうん、なんか滑舌悪くて審査員の人にさ今なんて言ったんですかって聞こえた困ってた。あーすいませんって感じだったよね。懐かしい。あん時から滑舌悪かったんだね、うん、私、うん、昔からもう悪いよ。